三島省列車衝突事故とは、2008年4月28日、中華人民共和国山東省白市の三河住線大村駅付近で起きた列車衝突事故。北京発四方域の列車が脱線したところに、遠大発助州域の列車が正面衝突、72名が死亡、400名以上が負傷した。事故地点災害発生終始。 某高密公衆愛村鎮頭大山慶線、怖い沿線間積み線2008年4月28日午前4時38分、北京八市方域 T195 列車が、西南鉄路局管内の、三河積み線大村駅付近の下り線で9号車から17号車が、脱線、上り線を塞いだ。同日午前4時41分、 ノボリり園大発助手1期5034列車が同地点に侵入 T195 列車の15号車から17号車に衝突した5034列車の機関車と1号車から5号車も脱線したこの事故により72名が死亡重傷者70名を含む416名が負傷した負傷者の中にはフランス国籍の旅客4名もいたこの事故により 三島省の東西を結ぶ、二川住線が、上下線とも普通になり、最南駅、神田尾駅に乗客が滞留することとなった。白紙は34カ所の救急拠点、130台の救急車、700人の医療関係者で対応した。二川住線が運行を再開したのは、事故からまだほぼ1日しか経っていない2008年4月29日午前2時16分のことであった。 この事故により、災難鉄路局局長、陳伊佐夫、同局委員会初期柴は鉄民、同局常務委員会副局長、各吉満が免職となったが、鉄道部の高級幹部には隕石辞任した者や、免職になった者はいなかった。事故後、中国共産党総書記庫近藤、国務院総理恩加法は、直ちに副総理、超特営を現地に派遣した。鉄道部部長劉志軍、 三島省委員会初期協議以降、三島省庁兄弟民も現地に赴いた。安官総局局長を君を会長とした、事故調査会の初期結論によると、事故原因は T195 列車の速度超過にあるとした。事故発生地点は、二河住高速鉄道線建設によりルート変更された暫定路線上の急カーブの地点であった。このカーブは、 時速 80km の速度制限がかかっていたが、T195 列車は時速 131km で通過したとされる。そのため、カーブ通過時に遠心力が発生し、9号車から17号車が脱線し、上り線を塞いだ。その時、現場に差し掛かっていた5034列車は停車することができず、機関車と1号車から5号車も脱線転覆した。 また、機関車運行時には、各地点での速度制限のデータが入力された IC カードが必要とされ、そのデータに基づいて自動的に減速指令が出る仕組みである。災難鉄路局は4月23日の通達で、当該地点の速度制限を時速8 0トルとしていたが、4月26日にこの指示を取り消した。各管理局も IC カード内のデータも、 この指示に基づいて更新されており、当該地点の速度制限は解除されていた。ところが、4月28日午前4時2分、再度当該地点の速度制限を時速80キロメートルとすると指示を出したが、T195 列車には指示がなかった。T195 列車は、最南鉄路局最南車両区に所属する、ブネノとンタオと名付けられた。 北京オリンピック宣伝列車の一つであり、海の城と呼ばれていた。T195 列車は北京駅を午後10時50分に出発し、終点四方駅には翌日午前7時24分到着予定であった。白駅到着予定時間は午前4時19分であり、少なくとも20分程度遅延していた。 T195 列車は、自己実北京鉄路局北京機関区所属の SS9G182 号機が、牽引25系型客車17両編成で、編成は、以下の通り5034列車は普通列車で、上海鉄路局合皮車両区に所属する。遠大駅を午後9時50分に出発し、終点助手駅には翌日午前9時48分、到着予定であった。 白駅到着予定時間は午前3時52分であり、10分から15分程度遅延していた。事故時には、災難鉄路局災難機関区の DF1140 号機が、牽引車両は22バイト型客車と25バイト型客車の、今月19両編成であった。山東省鉄道事故、テロではなく事故。 CRI オンラインオリジナルの2012年7月10日時点におけるアーカイブ。h t t p a r c h i v e i ュ a j q t いずれもカーブでの速度超過による列車脱線事故。ありがとうございます。